大関池袋池池大関。お疲れ様です。ありがとうございます。大関さん、はい、最近、キュンキュンしてますか？キュンキュンしてないですよ。この年でキュンキュンしたらさ、もう上田さんみたいでピンサロ行かなくてそうだよ、ね。ちょっとでもあれじゃないですか、はい、結構さっちゃんさんとのおのろけ話っていうか、さっちゃんはもうキュンキュンさせてくれるよね。唯一、はいはい、もう常にキュンキュンですよって言っとかないと怒られちゃうし。ちょっとキュンキュンな話題、はい、いいですか、はい、自転車の2人乗りって、うん、なんかキュンキュンな思い出ってありますか？いやー、あるありますよね、なんかある、はい、俺はステップ派だったんだけど、ステップに付き合ってた女性を乗っけてて、はい、要は肩に触れるわけですよ、はいはいはい、もうキュンキュンですね。太いやつですか、細いやつですか？ステップ細いやつだったの、俺の時。太いやつなかったのよ。その後ですもんね。そう、ゲーム細いやつだったの。しかも、はい、いろんなところからパクってくるから左右が違うっていう。パクられない、パクられないように、ギッチギチに固めるんですよ。そう。でも、パクってきたやつなんですよ。大抵、都営住宅の下にあると、いると、数本はついてるんで、それを持ってくると。で、こう、ステップにあれしてると、手が、こう、はい、そう当たるわけですよ、女性の、はいはいはい。あれはキュンキュンですよ、もう。逆もじゃないですか、乗せてもらうときとか。乗せてもらうときは、はい、俺、女性の、後ろに乗せてもらったことないな。あ、本当ですか。うん、それはちょっと交換し、もう交代してみてみたいな。体育会系のデブなやつとかの後ろでこいつくせえなとか思ったことはあるけど、うん、であとあれですよね、お上品な人だったら、うん、ステップ使わずに、うん、後ろのやつ、台座っていうか椅子のとこに、足をがばっと広げずに、うん、ちょこんってこの横乗りするみたいな感じで、うん、こうもうジブリの世界じゃないですか。もうそんなのはめちゃめちゃキュンキュンですよ。この間、はい、俺とさっちゃんが酔っ払って、はい、電動チャリの後ろにさっちゃんがその座り方したの、はいはい、そしたら、はいはいはい、まさかの坂道でひっくり返った。さっちゃんがいないと思ったら後ろでひっくり返ってた。ひっくり返ってました。気がかなくてよかった。ひっくり返ってました。あとさっちゃんと同じようにまた二人乗りしてて、さっちゃんが本当に腰痛で、はい、腰痛で本当に後ろにチャリコに乗らなくちゃいけなかったの、はいはいはい、で移動したの、はい、そしたら警察に止められて、はい、そしたら本当にさっちゃんが痛がるもんだから、はい、警察が、はい、あ、乗ってていいですよ、はい、あ、公認だと思って二血公認した警察がと思って、そうね、今でもキュンキュンしてるじゃないですか。キュンキュンしますよ。だってあれだよ、はい、あんまさ、ガキの頃のことを自慢してもしょうがないんだけど、はい、放課後、はい、放課後ですよ、はい、放課後うちの校庭があるんだけど、はいはい、校庭にベンチがあるんだよ、はい、ベンチが、まあ、3つ並んでて、そこが唯一中学3年生の人間が座れるとこなの、はい、ああ、伝統的というか、で、はい、全校舎からそこのベンチは見えんの、はいはいはい、でそこのベンチの前にバスケットゴールが一つあって、はい、そこでまあうちの学校って二極化してて、はい、めちゃめちゃ悪い、まあ、やつら、はい、まあ俺はめちゃめちゃ悪い分類に入るんだけど、はい、そこの番長でも何でもないよ、分類に入って、あと真面目な分類、うん、スポーツマン、はい、が唯一そこでワンオンワンみたいな感じで、はい、そう、はい、バスケをやるんだよ、はい、でそこではもうスポーツマンシップにのっとって、はいはいはい、俺ら悪いからといっても、はい、そうならないでやるんだけど、はいはい、なんでやるかって女子が見てるからだ。もう全部が見えるから全部ね、憧れてる先輩だろう、はいはいはい、人とかも見たり何したりっていうのがね、はい、あるから見てるの、はい、でね、そこでワンオンワンをね、はい、やるじゃん、はい、で俺もそこにいるのよ、はいはい、何とか知ってる、はいはい、俺はバスケが実はうまくないのよ、はい、あ、なるほど、うん、はい、うまくないんだけど、はい、そこのフューチャーされてる横にいると絶対俺も見られてるなっていう、だからそこでいかにカッコつけるか、わかる？そのだからその第一軍団の横にいる俺を見ろと、わかる？アピールよ、もうめっちゃアピールよ、はい、もうめちゃめちゃチラッと見るとあいつタバコ吸ってんじゃねみたいな、セルフ印象、そうあいつタバコ吸ってんじゃねって、はい、大関君あれタバコ吸ってるよね、学校の中でみたいな、そう、丸いみたいな、そう、はい、だから本当に隠れて吸えんだけど、はい、あえてそこで吸うみたいな、はい、でやべえあいつ来たみたいな、はいはいはい、出てきたみたいな感じでピンって投げたり、
わざとそう先生に見えないところでも生徒が見えるところでピンってやったり、終わった後あの校舎内を歩いて、そうそうどうだと、そうそう、だからそういうね、ところはスポットは僕らあの悪い連中っていうのは逃さなかった、ね、そういうところに目ざといというか、だからそのスポーツマンと交流をしてれば俺らも自動的にモテるんじゃないかっていうことにいち早く気づいた。しかもあのバスケ部の誰それ先輩よりも上手いんじゃないのみたいな。そう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 、そうそうそう、ちょっと悪い人がみたいな。でたまに、火ついてないタバコ加えながら、ちょっと、ボールが来るぜ、はい、ちょっとドリブルしてみたり、ピョンって入れてみるんですよ。だけどこんなもんかなみたいな。そうそう、で入んないのコーンズあれやつ。そう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 、そういう10代、10代っていうか中学生だった。ということで、もうあの自転車であのキュンキュンしませんかって言って、あ、全然しないよってなって、兄ケツでしないよってなって、あのどっちかっていうとさらわれた時の方が多いよって言われたら どうしようと思ったんで。いや確かにあの K にはそれでチャリンコのステップだよね、ステップでさらわれたこともあるけど、はいはい、盟友の K さん、はい、そうがチャリンコでさらいに来てチャリンコでさらわれるっていうね。とりあえず乗れと。あ、その時の K が K の髪の毛が長いからうざいっていう。なるほど。そう。でもあいつらの学校すごくてさ、はい、あの野球部だったんだけどあいつらすぐ乱闘するんだよ。本当に綺麗にあのバットみんな持ってベンチからわーって出てきてボコボコにするっていう乱闘で。豊島区の、なんだ野球出入り禁になったり、はい、K の学校はそうだったよ。リアルルーキーじゃん。そう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 、ガチでやってたからね、超ウケると思う。できんすか。できんっていうかその代は出れない、問題起こしたから。そう、その代は出れないみたいなね、そういうのはあったよ。あの野球部は頑張ってるけど、うん、その応援団だったりとかそういうところがこうわーってやったりとかっていうのを、聞いたりする話ですけど、野球部自体がそれって結構すごいですね。だから K なんてめちゃめちゃモテたから、はいはい、うちの学校の不良女子からモテたの、はい、だからスポーツマンでかつ上手くて不良なのよ、はい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 、ド不良なの、はいはい、超悪かったの、はい、でロン毛でかっこいいしみたいな、めちゃめちゃモテたの、はい、そこに嫉妬ですよ。もうふざけんなと、なんで隣の中学のやつのことキュンキュンしちゃってんだよみたいな。もうそこでも人いずれあいつやってやるみたいな。で K をそのうち締めたら俺がモテると思った。あ、なるほど、はいはい、モテがこう映ると。そうそう、あんなスポーツマンで、はい、しかも悪くて、はい、ね、ロン毛でね、はい、もうベルボトムとか履いてるわけよ、はい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 、もう超かっこいいわけよ、はい、ね、はい、もうに勝てば、はい、俺に風向きが変わるんだと、はいはいはい、パトンが来るんじゃないかと、うん、もうそんなことは一切ないのね。なかったと。世間は冷たいよね。そうですね、世知辛いですよ、全くモテない。そうなんです。でも今朝はモテるんですよね、かっこいいんだもん、そんな感じがします、うん、目つきが、うん、そう昔からあんな目つきだし、そうなの、そうなんですよ、ムカつくんだ。あ、ちょゆきさんだ、モテモテです、はい、ちょゆきさんから、はい、じゃあちょっと一旦これで、はい、ちょっと待って、はい、もしもし、あ、チョキさん、ちょっと待ってください。じゃあそちらを止めてもらって。はい、わかりました。すいません、ありがとうございました。